そのお腹家っていうのは実はね、その八幡天の、要するに王神、王朝、まあ、神宮皇后から始まる王神王朝がお腹家なんですけど、王神天皇の子孫は、まあ、本田家なんですけどね。で、まあ、もともとその神宮皇后って言ったのは、まあ、名字がお腹。青木長田らしいね。お腹。どこにいたかって、実はこの中津くんにいたんですよ。で、その名字がお腹ってことですよね。アマタラスの娘だったんですよね。アマタラスっていうのはね、お辻家の本家にしか生まれなくて、で、鹿児島にお辻家の本家がいる。で、それは大殿ですから、要するに大王から。大っていうのは日本語では広い外側って言うんですよ。内側じゃないんですよ。だから、絶対最前線にいないといけない。防衛ラインにいないといけない。最前線っていう人は、防衛ラインにいないといけない。だからずっと鹿児島に行った。あそこで敵を防ぐ。今、お辻本家は大阪にいます。あそこが最前線なんですけど、まあ、防衛ラインになっちゃった。まあ、京都、鳴海山と民族が増えたからね。関西に。で、まあ、名古屋は、まあ、どっちかというと春泣きが多いんですけど、でも、名古屋もやっぱり、大和文脈に陥落してしまったら、お辻家が退去して、田島に来るって、予言しましたでしょ。そういうふうな動きするものですので、お辻家っていうのはね、大殿ですから。防衛ラインの最大の拠点に常に本家がいないといけない。で、で、アマタラスのお辻本家にしか生まれないんですよね。で、だから、毎回アマタラスは、まあ当時、鹿児島に生まれたんですよね。で、生まれるたびに、この中作りに娘だけを送ってる。アマタラスだけを。だから、こっちでアマタラスが作った娘は、アマタラスは継承できなかったんですよ。今でもそう。だから、うちの娘はアマタラス継承できないっていう意味でもあります。お辻本家に生まれなあかんから、娘に生まれたのはお辻本家じゃないからね、うち。でしょ？うち女子やから。うちが男子やったらうちお辻本家。お辻当主になったでしょ？兄がいてもね。でも、うち女子やから、お辻当主じゃ実はないんですよね。お辻本家からも出ちゃってるの。お辻家ですらないの、実は。そういう意味ではね。だから、うちの娘はお腹にならない。まあ、昔ながらの名字の付け方復活させたらね。中津国のおつりとかね。まあ、エナのおつりとか言いますよね。だから、この中津国の生まれのアマタラスはいたらあかんねん。まあ、めんどくさいシステムでしょ。だから、その、戦国時代にはそれが混乱があった。ね、で、エナ姫がアマタラスを自称しちゃったのね。まあ、戦乱の混乱を鎮めるためっていう名目はあった。で、それは違うんじゃないかって言って、南宮大社も起こった。アマタラスの大社ね。松田神宮も困ったな、と思われるね。で、まあ、霊泉姫にアマタラスを名乗ってもらったわけ。で、南宮大社の神官の娘もアマタラスを名乗った。当時3人アマタラスができてしまったから、全員偽物だったんです、実は。で、霊泉姫は島佐子って言ったんですよ。で、霊泉家はお辻家なんです。で、もちろんお腹もお辻家なんですけどね。分家ね、お辻家の分家。でも、お腹はアマタラスの娘の子孫。で、八幡王朝鮮王神天皇や民徳というのは、アマタラスの娘である神宮皇后が始めたお腹家による王朝だったんだよ。で、だからこっちから派遣したんだけど、じゃあなんで朝鮮半島渡ってたかっていうと、三冠征伐っていうのは実は美馬を倒すためにって、実はね、あれでしょ、話違うぞでしょ、変だと思う。美馬っていうのはね、中山家なの。中山とか、まあ、中山と向こうに渡って、中津から向こうに渡って、もともと中津家って言ったんですけど、向こうに渡って竜って言ったんですよ。竜鳳、竜鳳ね、その竜。で、まあ、撤退してきたのね。まあ、漢民族系の王朝が負けたから。ほんで、春の系のね、要するに中山王朝が負けたってことで。で、戻ってくるときに、朝鮮などのところで、美馬を名乗っちゃったのね。で、だから、しかなんか、見巻きした。やっつけに、神宮皇后と、まあ、王神っていうのは向こうで生まれた。ね。見花で生まれた。そういうことよ、実は。見花名乗ったらあかん。そんな名前名乗ったらあかんねんけど、漢王朝を作った大文明国だから、やったーって、数百年ぶりの故郷だって。でも、日本列島に上陸できなかった、当時。まあ、あの辺の土豪が、上陸させなかった可能性がね。で、薩摩にも入れなかった、なぜか。
なんだかって言ったら、まあ、日本国要求したんじゃないかなと思うよ。中山家。まだまだ竜王朝。ね、それはならず、朝鮮だったみたいです。仕方ないから、もうここで美馬を名乗ろうと。憧れの美馬の主にした。アールバル望むし、イスカンダルみたいな、あんなノリでね。やったやった、未だに帰る先祖の土地。だけど、上陸許されず、ね、朝鮮の南に、それも勝手に美馬の手を名乗った。そういう名前を名乗ってはいけないって言って、生物を乗った。これが大神、あ、そうそう、神宮皇后なんだね。で、生物って帰った。まあ、現地で生まれた子供が大神。それが美馬紀伊です。それが本当の事情なの。本当だよ。で、で、お腹家っていうのはその後の、仁徳天皇が移動したから、河内に。じゃあ河内には大神ってのいなかった。でも、まあ一応、河内屋かな泉か。どっちかな、あの辺のおじいちゃんのあれを作ったんだよね。まあ、よぼよぼんだって最後行き合ったからね。で、父親の、おじいちゃんの首都は、もうちょっと、極楽のあたりにあって、ほんで、富田のね、美田ってあるじゃん。日本一美しい田んぼ。あれが、本田の田んぼなの。あ、これもまあ、八幡神社あると思うね、八幡神社ね。おじいちゃんのが美しい、こういう美しい田んぼ、日本全国に広げようって言った、そのモデルが、まさに富田やね。今でもモデル田んぼでしょ。それぐらい美しいわけね。一度見てください。ね。で、最後、河内に行った。息子の任徳、手伝いに。ね。じゃあ、まあ、お腹家も行ってたんだけど、なんでかって、河内にね、門町っていう、首都っていうか、ポートを作ったわけね。要するに都を作ったわけね。で、その時、職人が足りんから、中津国から大勢向こうに行って、帰りに、まあ、貿易行こうってことで、商売の達者の人たちが、交換トレードみたいにしてきた。それは川内カバネ、ね、川内さん同士は別に親戚じゃない場合が多いけど、カバネから、カバネは親戚じゃなくてもね、カリバルアマネってことだよね。カリバルアマネウスって、ね、そういうことなんです。だからお腹家は、まあ、川内に分布している場合もあって、で、まあ、阪神大学のお腹ピッチャーって入った。まあ、要するにお腹神宮っていうのが要するに、まあ、神宮皇后の神宮でもあり、で、岩島八幡宮。そして、伏見には、五光神社が、神宮皇后にね、神宮があるんですよ。で、他にはね、まあ、安中とかね、新島先生のね、新島城先生の当事者の、その安中とかも、まあ、お腹の一種なんです、ね。で、あとはね、小栗っていうのもね、恵比寿系の小栗は、お腹の一種なんです。で、まあ、オグリには2種類いますけどね。で、オグラっていうのもお腹の一種なんです。京都にもあるけどね。オグラアナウンサーって言うでしょ。あれ、うちの分家やでね。うちの分家やな、アナウンサー。うちがなんか言うとシュンと流れだよ。まあ、仕方ないんですよ。そういうもんですね。海、海。いやいや、そんな困ったこと言ってへんねんからな。本家らしいこと言ってるんでしょ。まあ、厳密には本家が出ちゃってるけど、女子やからね。だからうちの子供はお腹なんです。お辻じゃないです。残念、学士。あ、なんて言うと、学士って言うんだよ、ほんとは。ね、岡山県奈良って。学士って言うかな。違う。学士だよ、みたいな。思い切ってパッチンって言うのって言うじゃない。シーキさんがね。まあ、それはいいとして。で、結局本家分家関係の、話はね、興味あると思うけどね、玉木とかもね、まあ、お腹の一種の場合もあるかもしれない。まあ、開封ですけどね、開封。開封ですね、この神社とかね。まあ、うちの帰りというか、うちは、アマテラスは全部うちやから、実は。乙姫もアマテラス。で、比叡殿のあれもアマテラス。で、島佐君たちはアマテラスじゃなかったの。それが戦国時代の悲劇なの、実は。ね、で、じゃあ泉っていうのはその、鹿児島の泉の、まあ、原発のあたりの、あの悪名のお辻は実は大和民族に、まあ、一代だけお辻を名乗ってみたいと、どういうひどいことになるのかって、あ、じゃあ一代だけ言うとずっと名乗っとんの、あの人は。顔は完全に大和民族でしょ。お辻秀久、まあ、戦没者の会長やってるかな。で、まあ、厚生労働大臣もやったらね、まあ、一
一つの派閥の長クラスの一つですね。長老の一人ですね、自民党のね。で、あの人山本さんは天皇家なんですよ、あの人は。だから、乙巳家じゃないの。乙巳が天皇になられんから。まあ、厳密にお腹もなったらあかんかったんけどな。なりよって。で、あの悲劇やねん、実は。ね。王子王朝の最後の悲劇知ってるでしょ。だから、資格もないのに、資格っていうか、うちは天皇みたいな、しょうもないことしたらあかんやん。天皇みたいなしょうもないことは他の家がせなあかんから。だから、結局、悲惨な処刑まがいに割れたくしちゃった。ね、王子王朝ね。で、同じように美馬聞かって悲惨やったら、美馬中。そう。美馬なって名前なのとあかんねん、これ、漢王朝。中国で巨大な仏を作ったから言って、名前を使えるとは限らんわけ。厳しいやろ。で、美馬の悲惨な仏をした。で、一応守りに行ったって面目やけど、神宮皇后たちはね、ジャンゴ。実は、まだ征伐に行ったのよ。これが真相やろ。